かったのは、まあ、完全に宮戸君のミスだね、これは。男子部と女子部は入学式からは別々で、あ、そういうことか。入学式からして別に行うなんて、そんなバカな、ああ、そういうことか。あ、じゃあ、一理はあるか。それだったら確かに夕方スタートにするしかないってもあるね。もし、入学式を同時、まあ、一日でやる場合は、確かにそうだね。午前と午後でやる、二手に分けるよね。だってね、卒業式を2日連続でやると、ちょっとなんかね、効率が悪いというか、ちょっと不便というか、そうなるのかな。ああ、じゃあ、ああ、オッケー、理解した、理解した。だから、午後に開始って言ってたのか。ああ、まあ、それでもね、これは湊君がちょっとね、テンパってるところが、ちょっと、ミスだね。いや、でもよく考えると、男子部は定時制。何が違うんだ。女子部の放課後に授業が始まるらしいので、おかしな話ではないのかも。ああ、へえ。あ、そういう感じなのかな。今のご時世の、なんだ、男子校はちょっと無理かな。でも女子校、まあ、こういう、お嬢様学校みたいな、場合は男子部は定時制。逆にあれかな、女子校の場合だと定時制は男子、まあ男子部は定時制、その逆だと、男子校だと、もし女子が入学したら女子部は定時制になるのかな。どうだろう、ちょっとここ分かんないな。まあ普通ね、普通に考えると、もしね、A、まあ、A はこうなると、でその反面 A シャープとか、まあそのね、その反対というか逆だとこうなるっていうのはなるけど、まあ、考えるけど、どうだろうな。この1ヶ月ほどマリカ姉さんの心配ばかりしていたせいで全く気が回らなかった。我ながらドジすぎる。いやー、もうすごいドジドジすぎる。だからみんな僕を見た途端に驚いたり怯えたり逃げたりしてたのか。いやー、まあ仕方ないよね。だってね、病院毎日通ってて、それしか頭入んないからね。まあ仕方ないか。どうしよう、事情をちゃんと話せば分かってもらえるかな。被害なんて加えてないわけだし。そうだね、加えてないから大丈夫だけど、でもこの感じだと多分は全然話聞いてもらえないんじゃないかな。そこでさらに最悪のアナウンスが響き渡る。ああ、これは、ああ、なんだろう、わからないけど、でもすごい嫌な予感がする。緊急連絡、緊急連絡、校内に演出者の男性が現れました。ちょっと待って、アナウンス、これはきついな。変質者の男性が現れました。そんなに変質者が呼ばわれするんっていうか、されちゃって。いや、さすがだな。なんでね、さすがって言っちゃってるんだけど、でもそうするしかないよね。だってね、お嬢様学校で急にね、男性がね入ってきたら、まあ確かにそうなるよね。緊急連絡です。うわ、これは完全に誤解を招いてるね。でも確かにね、
編集者はともかく、まあ、確かに声をかけたっていうのはあるはあるけど、でも抱きつこうとしたって、まあ、ちょっと行き過ぎかな、言い過ぎだと思うんだけどな。めちゃくちゃ話におひれがついてるまあそうなるよね。きっとさっき逃げた女の子が報告したんだ、抱きつこうとなんてしてないのになんてことだ。うーわー、これはあれだな、あのピンクのその冠、あの髪飾りした女の子はあれはちょっと要注意だな。だって抱きつこうとしてないのにしましたって言うぐらいの女の子だから、なん怪しいな、なんか怖いな、なんかちょっと要注意だな。アナウンスの影響下、僕は睨みつける二人の視線が一層トゲトゲしくなった気がする。もはや事情なんて聞いてくれる空気じゃない。まあそうだ、そうだよね。あんなアナウンスしたらもう無理だよね。まあ多分一択しかないと思うよ。捕まって初日から教師に目をつけられるのはまずいよね。でも逃げたら余計に疑いをかけられちゃうだろうし。あー、これはきつい。あ、どっちもどっちだな。確かに逃げるもありだけど、逃げたらまた怪しまれるんだよね。難しいな、こういう場合はどうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろうな。まあ、この続き見れば多分 なんとなく対応っていうか分かるかもしれないねって。あのあれですよ、別にあれだよ、あの俺がなんかどっかの学校に侵入してこういうになるっていうのはさすがにないですからね。本当にあのもしあったとしたら多分この後これだけこの後起こる対応は多分それで済ますわけにはいかないと思うんですよね。うん、でももしね、なんか間違ってなんか入っちゃったっていう場合だったら、使えるかどうかわかんないけどちょっと見てみようかな。万が一にかけて逃げるしかない。僕は教師の不意をついて全力で駆け出し、彼女の脇をすり抜けた。あ、やっぱ逃げたんだやっぱ逃げたんだちょっと待ってせっかくなんかどういう、ね、話し合いするかなと思ったけど逃げちゃったし意味ねえじゃんよし、あとは全力疾走あるのみだ。振り向かず一気に加速する。お待ちなさい、演出者演出者これはきついなぁ、編集者呼ばれだとなぁ。僕は編集者じゃないです、違うんです。かわいそうだなぁ、これはどうしようもないなぁ、まあ、運が悪いっていうか気づかないっていうのは多分湊のねミスっていうところもあるんだけどな。意味のないあれをしつつも僕は追いつかれないよう、全力で走り続けた。徐々に近づいてくる廊下の果て、階段で一回降りることもできるけど、もしかしたら待ち伏せされてるかもしれない。あー、これもう大もうピーチじゃない、では逆に階段を登るのはどうだろうか。男女の体力差で距離の差は開けられるだろうけど、逃げ道を次第に失っていくはずだ。もうそうだね、だって出口は下だし、上行くとね逃げ道ねなくなっちゃうもんね。ちょっと待って、ここで、ちょっと待って、ストップ、ちょっと待って、ちょっとクイックセーブしてもいいですか、ちょっと待って、あ、違う、クイックロードじゃない、クイックセーブ、あれ、ちょっと待って、セーブできるかな、ちょっと待って、ちょっと待って、すごいテンパってる、ステータス、あれかな、ちょっと待って、今すごいテンパってるっていうか、し
下は服装だよね。服装で上が髪型かな。でビジュアル、教養と精神もある。え、こういうステータスになってるのか。今何これないってことはまだ解放してないってことでいいのかな。じゃあちょっと待って、クイックセーブじゃない、セーブしとこう。ここでちょっと一回セーブさせてもらいたいと思います。いやーちょっと待って、これは気になるだよな。ちょっと待って、下行くと待ち伏せされてるかもしれない。だけど出口は近い。でも上上がるとなんとかは逃げきるけどね、逃げ切るけど、でも逃げ道がなくなっちゃう。要するに逃げる出口まで行くその確率っていうか一気に下がってしまうけど、ちょっと待って、ちょっと待って、もしここでここも変わってくるんだったら、まあここからまた再スタートするっていう手もあるんだよね。すいません、ちょっと時間少しちょもらってもいいですかね。下がる、降りるとでも待ち伏せあるかもしれない。上逃げると、まあ、逃げ切れるけどでも逃げ道がなくなっちゃう、まあ、どっちも終わり、ほぼ終わりに夜しか聞こえないんだけど。じゃあ今回は下降りちゃうとなんか終わっちゃうっていう、なんかそれも気がするんだけど、今回はちょっと上に逃げてみよう、でもしこれもなんかまあマルチエンディングっぽいっていうのは感じはするけど、それもしそれと関係あるんだったらね、まあ次回まあもしグッドエンドに行くんだったらちょっと違うね選択ちょっとやってみようかなと。じゃ今回はちょっと上にちょっと駆け上がってみましょう。駆け上がる、あえてこちら選ぶのが正解と見た。本当かな、師匠もかつて言ってたはずだ、常に相手の裏を何こと今度は漢字でまた時間がロスしちゃうっていう、裏を書いてこそか、書いてこそ、逆境を跳ねそけ、あれこれなんて読むんだっけ、のぞけられると、のぞけられると、本当かな、今こそその教えを実践するとき、なんか嫌な予感するな。いけ上逃げろ、僕は全力で階段を駆け上がっていった。あやべあれこっちの方が正解っぽい。まあ俺はあれだよ、単純に下に逃げたらまあ待ち伏せされる可能性もあるけど、でもなんだろう、なんか一瞬出口に向かってそのままなんかなんだろう、次の日とかまあその後でイベントが進行しちゃうっていう考えがあったので、上行くともしかしたら何か別のイベントあるんじゃないかっていうね。要するに学校へ外行って一回出てしまったらもう学校内に起きるイベントが全部まあスルーされてしまうから、できる限りね同じ場所にいてね、なんかいろんなイベントをちょっとね起こさせといった方がなんかもしかしたら変わるんじゃないかって思ったので上を選んだっていう感じなんだよね。まあ最初はちょっと迷ってたけどね、どっちにするかっていうね悩んでたけど、まあ一応そんな感じかな。上選んだらまあなんかもっとあるんじゃないかと思ったんだろうね。
すみません、ちょっと じゃあちょっと飲ませてください。ああ、すっきりしました。じゃあ、ばったり会う、これ、男子か女性か？いや、多分女性かな。だって、内側の、ねえ、服装がなんかちょっと違うんだよね。湊斗君がほら、白色だけど、この人は青いから女性かな。ところがその途中で屋上へ続く階段から降りてきた女性と、鉢合わせし、足を止める。女性だよね。あ、おっと？この反応っていうか、このセリフだと、もしかしたらこれ、女性に見えるけど、男性かな？人見すれば男性にも、洗う、違うな。なんて言うんだ？こっちに、みまぎ、なんて言うのかな、みだれ、どれだ、みだ、違うな、何々言う、紛れる、紛らす、紛らわす、みふ、違うな。一等辺で合ってるよね。あれ、これはちょっと読みがちょっとわからないな。まあちょっと待って、一見すれば男性にも紛らうでいいのかな、紛らうようなショートヘアにパンツルック。ただその、ああ、また同じ感じが出てきちゃった。ダメだな。佇む。ああ、ちょっと待って。佇まい。置いとかないかな。佇まいにはどこか気品があって、細く伸びた手足と、あざめかしい。合ってるのか？違うな。あざめかしいっていうか、そう感じの読みじゃなかったはずだな。すみませんね。あ、つやめかしい体つきから強烈な、あ、違った。 違う、クイックロードじゃない、クイックロードじゃない。強烈な女性らしさが感じられる。あ、なんかちょっと怪しいな、この人。多分これもしかしたら、表は女性に見えるけど実は男性って感じかな。それとも表は男性に見えるけど、まあ本当は女性ってのもあるね。どっちなんだろう。なら、マリカ姉さんとはまた異なる方向にずば抜けた華麗な美少女か。あれ、美少女って言っちゃったな。本当に女性なのか。おや、君は。あー、ちょっと待って、声がなんかすごい男性っぽいに聞こえたんだけど、気のせいかな。 あ、でもショートヘアの女性って書いてあるから、もう女性かな。女性が僕の顔を見て目を丸くした。ところがその目がまるで、何しむように徐々に細まっていく。この漢字は何て読むんだ。なんかいろんな漢字が出てきちゃって、まあね、勉強の一環としてはいいけど、でもさすがにここまでね、読めない感じが多すぎて、ちょっと、どうしようかな。イカ、ん？イブカシム？イブカシムか。イブカシムように、徐々に、細まっていく。いや、例の変質者か。かわいい顔で油断させるなんて。いけない子犬くんだ。うわ、かわいい顔って、うー、
ういう目、そういう風に見えてるのか。まあ、確かにちょっと可愛い顔してるもんね、ミラノ君は。あ、女性が目の前から消えたと同時に誰かに背後から腰に手を当てられる。ワルツは好きかな。さあ、踊りたまえ。え？あ、やべ、視界がぐるんと回転、受け身を取る余裕もなく勢いよく背中から地面に叩きつけられてしまった。あ、ぐー、あー、おっと、これもしかしてこの人あれかな、まあ、ダンスを武器としてね、あの護身術みたいのをやってるっていう感じなのかな。それって才能ありすぎだろ。焼き付けるような、違うな、焼き付けるではないな。え、もしかして合ってるか。あ、本当だ、焼ける、あ、焼き付け、ちょっと違ったな、焼けるか。焼けるような背中の痛みにたまらず、うなえてしまう、合ってるのかな。ゲームよりもこっちの方が全然ちょっと時間かかるね。あ、うめいてしまうの方がいいのか。あー、で、まさか今のは投げ技、逮捕術を扱う僕が反応すらできずに投げられてしまうなんて。ああ、今の技を受けて意識があるなんて大したタフさだね。おお、まあね、結構ね、訓練したからね。今眠らせてあげよう。恨むなら、そのキュートな顔で女の子に生まれなかった自分の運命を恨むといい。うわ、すっごい痛いところ言うねこの人。仰向けに倒れたまま動けない僕に、女性が一歩一歩近づいてくる。逃げたいけどまだ体がしびれて動けない。なすすべなくとどめを待つほかなかった。ごめんなさい、お兄さん、僕はここまで言いたいです。ちょっと待って、あれでも選択どうだろうな。ここで合ってるのか、合ってるっていうか、なんだろう、何かのイベントを発動したっていうか、なんだろうな、感じがするんだよな。どうだろう。まあでもどうしようかな。まあもし最終的にもしまあバッドになったら、ちょっと違うね、選択肢ちょっと選んでやってみようっていうのはあるけど、まあ一旦ちょっとこの方向でちょっとやってみようか。で、まあもうガクッとしてパターン切りしてたんでしょ。もし僕が女の子だったなら、もっとマリカ姉さんの謎に近づくことができたのかな。考えても仕方ない可能性を考えながら、そっと目を、目をつむるいいのかな。ちょっと待ってください。すいません。時間ちょっと頂戴しますよ。漢字タイムです。漢字タイム。クラムでいい。合ってる。つぶる。あ、つぶる。あれ？俺さっきなんて言った？まあいいや、つぶる。ブラックアウト。どこかで何かの折れる音がした。骨が折れたのか、それとも心が折れたのか定かではない。怖い。ちょっと怖い。折れる音がしたってのはちょっと怖いな。ただその音がマリカ姉さんを救う戦いの終わりを告げていたことは間違いなかった。あれこれもしかしていきなりバット？ちょっと待って、いきなりバットはきついでしょ。ちょっと
きなりゲームオーバーきつすぎだろう。ちょっと待って、そうすると今後のイベントこういう風感じになるの？いきなりゲームオーバーってなるってことなの？うわー、ちょっと待って、初めてだし、ちょっときつすぎない？急に選択肢選ばされて、で急にゲームオーバーっていうのはちょっときっちいな。うわー、これはちょっと予想外だったな。全然思いつかなかった。っていうか、なんかそれっぽいね、感じはしたけどね。なんか完全に嫌な方向になってるのはしたけど、ここでゲームオーバーか。まあこれでちょっと、まあ少しね、分かってきたっていうかね、こういうゲームだと。いきなりゲームオーバーあるっていうことをちょっと心に、収めておこう。じゃあ、なぜなの僕姫をスキップしますか？スキップ？どういうことだ？スキップしますか？何をスキップ？ちょっと一回家を押してみようか。3。2。ちょっと待って、あれ？ゲームオーバーでまた戻るんじゃないの？あれ？ちょっと待って。1。なぜなの僕姫、あれ？なんか違うのを始めたぞ。あれ？わーい。ね、何なのこれ？ちょっと待って、ストップ。これはちょっと撮りたいね。これどうしようかな。サブにしようかな。これはちょっと可愛いな。メインヒロインっていうシャツ着てる女の子がなんかすごいビビッとくるんだけど。かわいい。OK。ちゃんとね、長く撮れたから OK。なぜなの僕姫。皆さん、集まってください。うわ、ちょっと待って。これ、あれかな？アフターゲームっていうか、なんだろう、別ってことなのかな？本編とは全く違うっていうか、考えた方がいい。バッドエンドを迎えても安心。どうして今のエンディングを迎えたのか解説するなぜなの僕姫の時間ですよ。優しいかどうかわからないけど優しい。今のバッドエンド迎えても安心って。まあね、まあ安心っちゃ安心はするけど、いきなりすぎてじゃなくて、どう話したらいいか分かんねえ。集まれ。なんかすごいやる気出ねえな。僕、アキラに言われてこのよくわからない空間に来たんだけど。いやー、まさか本編よりも先にこのおまけコーナーで様子をさらされるとは思わず、メインヒロインに対する不当な扱いに戦慄しているだけ。いや、それは仕方ないでしょう。だっていきなり選択肢選んでね、どっちもなんかね、ルートは違うけど、でもまたね、どっかなんかね、ぐるっと回って交差して、でまた一直線行くっていう思ったんだけど、まさかね、一個の選択肢選んだら急にバッドエンドが来たからね。それは思わないでしょう。てか予想つかねえよ。っていうか、この子メインヒロインなの？本当に？マジで？なんだろうな。
メインヒロインってのは、まあ、あるはありはあるけどね、まあこれもねストーリーね、ちゃんとね、あのいいエンディング向きの、ね、先だと多分もしかしたらメインヒロインの、まあね、その理由が分かるかもしれないけど、うわーっていうか悔しいな、いきなりバットっていうね。あ、初登場、どうも。このゲームのメインヒロイン、生田アキラです。うわ、顔がもうすっごいにやけてる、悪そうな顔してる。私みたいに本編に出ておまけコーナーに出てくるヒロイン他にいますかっていませんよね。まあ確かにそうだよね、おまけコーナーに先に出ちゃうっていう、まあヒロインどっちだ。すみません、あの俺こういうゲームね、あんまりやってないっていうか、ほぼやってないっていうか、なのでわからないんですけど、知らないっていうんですか、知らない方が正しいかな。どうだろう。多分ないと思う。多分ね、普通だと多分本編の後におまけコーナーっぽいのが出てきて、でヒロインとか出てくるけど、多分このゲームが初めてかな。閉めないで、大事な初回なんだし頑張ろうよね。はいはい、ゲームキャラクターの辛いところですね、これは。うわ、すぐメタ発言しないで、メタ発言しないでくださいよ。悪かった、俺が悪かったから。さて、先ほどミナチンが言った通り、このコーナーはエンディングを迎えた後、どうしてそのエンディングに至ったのかを解説するコーナーです。いやー、さっきすっごい拗ねてた顔してるのに、今ものすごい笑顔してるんだけど、あ、ちょっと待って、これもちょっと撮りたいな。この笑顔はいい笑顔だ。このコーナーは未読でもスキップできるようにしています。苦手な方はどうかお気軽にスキップしてくださいね。あー、そういうことか。でも なんだろうな、せっかく来ちゃったから、なんか最後まで見たい気がするんだよな。でも確かにね、ネタバレとネタ発言とかなんかちょっと出てくるっていうところもあるけど、まさか一発目で、ね、ゲームオーバーって思いも思わなかったからな。どうしよう、せっかくだからここまで、ね、来たから見ちゃおうかな。まあ仕方ないよね。こういう だからっていうよりも、なんだろうな、こういう選択肢ゲームがちょっとあんま苦手って言った方がいいのかな。得意ではな、得意ってのはちょっと言い方がおかしいな。だろう、慣れてないっていうか、あんまやったことないんだよね、このゲーム。あ、でも なんかそれっぽいあるな。俺が今初めてゲーム実況したゲームもそれっぽいだったな。もうすっかり放置されてるゲームも一作あるんですけど、もうそんな感じだな。でもさすがにね、バッドエンドまではいかないけど、でもなんだろう、違う選択肢選んでしまうと、なんか ある特殊なイベントが不発してしまうっていうのは確かなんだけどね。あ、でも、ね、あ、確かに似てるな、似てるは似てるけど、さすがにこういうゲームみたいにならないな。確かにスキップしちゃってもいいのかっていうね。でもあ
れだな、人それぞれだよね。ネタバレしたくない、あのゲーム本編でちゃんとね、あの楽しく味わいたいっていう人もいるからね。だから人それぞれかね、ゲームの遊び方も人もそれぞれなんだよね。だから俺はまあなんだろうちょっと違う理由でね、ただスキップしません。はい。使えてほんと軽いのかな、わかんない。ちなみに今回バッドエンドを迎えた理由は至極簡単、正解の選択肢が隠されていたからです。うーわ、その顔しないで、顔その顔しないで、悪かったから、悪かったって。だってねえ、いやっていうか俺普通にちょっと考えたよ、ね、階段上に行ったらもしかしたら、ほらさっきみたいにね、何かしらのイベントが発生して、もしかしたらね、本編につながりそうなね結果になるかもしれないと思ったんだよ。ちゃんと考えたよ、考えた結果これです。これです。あー悔しい。すごく悔しい。本当に強制バッドエンドだよ。わかるかそんなの。しかも初めてこのゲームやって、ね、最初の選択肢がね強制バッドエンドだぞ。いやでもそれももしかしたら狙ったかもしれない、狙ってたかもしれないよ、この作ったゲームの制作者たちは。なんだろう、やばいな、本当に狙ってたって思ったんだら、俺完全に完全に何だろうな、もうその罠にかかったっていう、その一人になっちゃうんだけど、もうどうだろうな、結構全国のねプレイヤーさんも多分これも買ってあると思うので、どうだろうな、俺みたいに多分引っかかってる人多分見てほしいかな、見てほしいです。いやでも分かんないよね、最初の初めての選択肢でね。あー悔しい。まあいいや、続き。ひどい、うん、確かにひどいな。フラグが立つことで初めて現れる選択肢もある。フラグ、あれでもこのさっきの最初の選択肢まではずっと流れが一つだよね。なんだろう、まあただね出来事が普通に起こっただけなんだよ。皆さんですから、すでにフラグが立っているはずですので、ぜひ再チャレンジしてみてくださいね。ミナチンは皆さんが思ってるよりもずっとずっと脳筋です。無茶も案外できてしまうので、いっそ危険に身を投じてみてはどうでしょうか。本当に脳筋なの？この姿で脳筋？ちょっとすいません、全然そういう風に見えないです。全然脳筋に見えねえ、絶対見えねえ。だってね、普通俺ほらもう普通にああいう選択肢使っちゃってね、こういう結果になっちゃったからね。いやーこれはわからないな。でもまあ確かにこれちょっとネタバレっていうか、ちょっと多少になっちゃってるな。
まあでも、まあなんだろう、ネタバレはちょっとあれはよく、なんだ言い方がちょっとあれだけど、ヒントって言った方がいいかな、うん、ということは冒険か。そうすると何かしらね、なんか危険そうな、まあ今みたいになんだろう、危険そうな選択肢があったら一回ね、なんだろう、ちょっと冒険するした方がいいっていうのはあるかも。難しくでもないけど。いいことだと思って無茶を言わないでよ。実際他人事ですからね。それに本質者扱いなんて序の口ですよ。ミナチが本当に大変になるのはまだまだこれからです。ああ、まだ序の口か。いきなり英語しょっぱから返事しちゃってだと、ね、そう思わないな。まだまだこれからって、これ以上に何が起こるの。いやまあね、この姿からあの姿になるっていうところでしょ。それじゃない。おっと、先の展開を言い過ぎましたね。それでは私はもう少し先の未来で待っています。あー、行ってらっしゃい。まずそっちに向かいますから。買うと言ってもちょっと、どうだろうな、時間的にもちょっと厳しそうだな。どこまでだ、あう。また見てくださいね。いや、ちょっと待って、これもなんかいいな。これもちょっと残してね、サムネにしとこうかな。なんかこれがお似合いそうだな。よし、オッケー。何が起こるか教えてよ。いや、それダメ、それダメ。これそれだと、それ以上言うと完全にネタバレになっちゃうから。はあ、しょっぱからバッドエンドか。どちらの選択肢も僕自身以外の要因に左右される。もし仮に僕でも打ち勝てないキービンがいたらその時点でアウト。あれ、なんか進んでなくない。落ち着こう。もっと何かいい逃げ道があるはずだ。あれ、あれ前の選択肢に戻ってないな。あれ、なんかいい感じ、なんだろう、なんか何もなかったのよ、なんか先に進んじゃってるけど大丈夫なの。見ればちょうど窓が開いている。親戚から習った例の技を使えば窓が飛び出れそうだ。あれ、ちょっと待って、あ、どうしよう、先行きになりたいんだけど、どうしようかな。一旦ちょっと ここまでにしようかな。そうするとちょっとこれをちょっと気になる、ここをちょっと一回セーブして、うん、で、すいません、ちょっとあれ、なんか先に進んじゃってるけど、ちょっと待って、一回ちょっと見てみよう。ただし少しでも間違えたら大きい顔は必死って あれ違うな。またすいません、漢字タイムです。漢字タイム、ひしいいのか、このまま一回駆け下りるべきか、それとも一か八か窓から飛び降りるか。あれ、選択肢増えてなくない。いや、どちんやにしても運の悪い賭け、僕が選ぶのはちょっと待って、ふざけんなよ。なんで急に選択肢もう一つ増えてんだよ。ちょっと待って、真ん中ももうダメでしょ。さっき急に強制バッドエンドでしょ。ちょっと待って、多分ここ一旦ここで
全部しとこうか。これはちょっと、うわぁ、どうしようかなどうしようかな、多分、いや、一旦ちょっとすいません。ちょっとここで、ちょっとまあ時間的にちょっともう、結構長くかかっちゃったので、せやな、これ、何パートかかるんだ。まあいいや、とりあえず、ちょっとここまでにしたいと思います。で、まあ、次回は、まあもちろんここからスタートなんですけど、どうしようかな、次回は、この下、階段を駆け降りるっていう選択肢、ちょっと選んでみたいと思います。なぜかというと、だって、ね、だって、前の選択肢とはあんま変わ、まあね、一つ増えただけなんだけどね。だけどそうするとね、この真ん中の駆け上がるのがバット強制バットエンドだったら、逆にこっちが気になるんだよね。もしこういう感じでね、やり直してくれるんだったら、こっちが気になるんだよね。必然的に多分気になっちゃう。うん。はい、じゃあというわけで、すいません、ちょっと長くすいません、感じタイムがちょっと多かったので、そこでちょっと時間かかってしまったのはちょっと申し訳ないんですけど、まあ次回はここから続けたいと思います。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。